回はその病気になってしまうという役だったんですけれども、はい、ご自分と重ね合わせて役との共通点とかそういったことは。共通点はやっぱり、はい、不安なところですかね。このお仕事を始めて不安な部分はあったので、難しいというか、まあ、役に入り込めた不安さっていうのはありましたね。リサーチとかされましたか？撮影前に実際に病院に行って、はい、廊下を歩くんですけど、はい、廊下歩く時に手すりを持ちながら歩いたりだとか、はい、その空間に慣れようとしながら病院を歩きました、ね。あ、それは撮影実際された病院。そうです。あ、 NG はあんまり出してない。あ、すごいですね。ですけど結構後藤監督はなんか自分の好きなように一回やってみて、もし違う方向に行ってたらちゃんと修正してくれるっていう監督でした。女優業を真剣にっていうのはこの初めてから思う、それとも前から思われてた？初めてからですね。コンテストを受けたきっかけが人見知りを直したいっていうのだったので、はい、でも本当にグランプリいただいて、でそこからお仕事させてもらって、まあ、レッスンもさせてもらっていくうちに、なんかすごい面白いなっていうところから始まって、楽しいなっていうので、でまあ好きだなっていうのに変わって、で今回夢遥っていう映画やらせてもらって、なんかもっともっと好きになったし、これからやっててもどん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 好きになるんだろうなっていうのが自分でもちょっと想像できますね。主人公の遥は陸上部に入ってたんですけれども、はい、運動とかっていうのは普段の皆さんお好きですか？運動好きです。そうなんですね。小学3年生の時から祇園太鼓部っていう福岡の伝統的な太鼓があるんですけど、それを習っていたので。もうじゃあ今はできないですよね。したいですね。家に太鼓がでもマイマッチっていうのを持ってるので、時々リフレッシュ法として、なんてエア太鼓は体力的に疲れた時とかに癒してもらうというか、あ、懐かしいって思いながら、汗かくと結構リフレッシュするので、やってます。今憧れの女優さんとかいらっしゃいますか？はい、中谷美紀さんです。大河ドラマでご一緒させていただいたんですけど、はい、役の中だけでなく、普段からすごく歩き方とか姿勢とか喋り方とか本当におしとやかな方で、私にも気さくに話しかけてくださいましたし、演技の面でも、はい、本当にいろいろ学ばせてもらいましたね。アイドルグループとしての活動もされて、リーダーとしての苦労とかなんかありました？大変さとか。最初は本当に今人見知りだったっていうこともあって、なんかみんなの前で発言できなかったっていうのがあったんですけど、映画だったりドラマだったりに出演させてもらって、ちょっと自分にも厳しくなってきましたし、いい意味でですけど、なんかメンバーイベントとかやってて、メンバーみんなが納得したパフォーマンスができたっていうことでも、私一人が納得できてないって言ったりとか、っていうこともちゃんと言えるようになってきましたね。大河の方はね、時代劇も取り組まれてると思うんですけども、はい、これどういうものにチャレンジしたいっていうのはありますか？映画だったりドラマだったり、まあ、CM だったりバラエティだったりっていういろんなのがあると思うんですけど、いろんなことにチャレンジしたいですね。自分がやりたいって一度本気で決めたことなので、好きなことを仕事にさせてもらえてる分、なんか、ま、ドラマやってもバラエティやっても CM やってもどれを撮ってもすごいよねって言ってもらえるような人になりたいので、そのためには、いっぱい努力しなきゃなって。お芝居が軸、私の軸になってますけど、お芝居だけでなくいろんなことを家でも努力は自分なりにしてます。ムービーコレクションをご覧の皆様、こんにちは、吉本美優です。この映画はなんていうか、もういろんな思いが含まれてる映画なんですけど、
人との絆だったり人の力、家族の支え、友達の支え、いろんな支えがあって、病気と闘ってる女の子がどん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 成長していく姿を伝えていけるような映画になっています。この作品を見てくださって何か一つでも感じられるものがあれば嬉しいなと思っています。12月13日公開、映画夢遥か、ぜひ見てください。